はい、どうも皆さんこんにちは。ありがとうございます。阿部寛です。昨日またね DCU 見させてもらいました。俺たち DCU より不可能まで。はい、よろしくお願いします。ちょっと最近ネタ切れ感がすごくて、よろしくお願いしますよ。もうもちろん DK ジャングル打開ですよね。打開のコース、そしてちょっと OK です。はい、もういいんですよ。僕はね1周目まで12でいないとさ動画が終わっちゃうから。すぐ終わったからこの動画。人生か、毎日人生かと言ってるでしょいます。新社会人の人ね、本当におめでとうございます。そして、新しく、大学生になられた方、高校生になられた方、中学生になられた方、小学生になられた方、幼稚園に入られた方、本当におめでとうございます。いっぱいあります。苦労する方もいっぱいあります。でもね、一個一個、真剣に取り組んで、なんでダブル取れない。一個一個真剣にね、取り組んでもらって、今コロナでね、思い出作りっていうところであれば、体育祭ができなかったりとか、修学旅行行けないとか、遠足行けないとか、なんかそういうふざけた世の中になってます。でもね、そういうのにも負けず、楽しい思い出作っていきましょう、ね、よろしくお願いします。秋田バトルというとね、秋田はね、卒業式の 前々日ぐらいにね、6時、冬の6時ですよ。冬じゃないね、卒業式って。6時ぐらいですよ、夕方6時ぐらい。廊下でね、バカでかい声で告白したことあります。これマジなんです。あいつむちゃくちゃなんですよ。あいつむちゃくちゃです。はい、結構は振られました。はい、そんなもんす、人生そんなもんす。かっこつけたとしてももうダメなんですよ、結局意味ないっす。はい、やっぱ顕著で、高校の時は頭がいいか、もしくはイケメン、サッカー部、バスケ部、野球部、どれかのエース、それしかありません。はい、水泳部に未来はありません。水泳部だと僕にはそういうなんかね未来はありませんでした。ありがとうございました。はい、なのでね、サッカー部、野球部、バスケ部、これからその部活入る方、ぜひね、うちの高校ではね、本当サッカー部がおもろもないのにサッカー部入ってるとモテるみたいな、もう謎のマジかかってました。はい、面白くないんですよマジで。面白くもなんともないのにサッカー部に入ってるってだけで。